ウクライナ南部の都市ヘルソンに架かる唯一の大きな補給路となるアントノフスキー橋をウクライナ軍が撃破したみたい。補給ができないとなれば、ロシア軍は絶望的だな。ただでさえ物資も枯渇しているだろうしね。そうだね。さて今回は、このアントノフスキー橋がハイマースにより攻撃され、ロシア軍が補給路を断たれ絶望的になったことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍は、ロシア軍が侵攻開始してすぐに占領した、ウクライナ南部のヘルソン州の州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川の西岸地域に展開しているロシア軍部隊に対して奪還作戦の準備を進めているよ。ウクライナ軍は、ヘルソン州を北東から南西に二分しているドニプロ川まで押し戻してヘルソン市の奪還を狙っていて、ヘルソン州内には、ヘルソン市近郊のアントニフスキー橋と並行して架かる鉄道橋の2本の橋と、ドニプロ川上流側の約 60km にあるノバカホフカの水力発電所用にカホフカ貯水庫を形成している、ダム上にも受けられた橋の3本のみが存在しているんだ。それ以外の橋を使用するならヘルソン市からさらに 200km 以上も離れた上流にあって、現在ウクライナ軍の支配下にあるザポリージャまで入っていかなくてはならず、この3本の橋が通行不能となってしまえば、ドニプロ川より西20個以上の大隊戦術群バタリオンタクティカルグループ BTG と役が孤立して、最悪は餓死してしまうのでないかと指摘されているぜ。BTG 大隊戦術群の定員は600名から800名と言われており、防空、砲兵、工兵、および後方支援部隊で増強された2から4個の中隊の大隊から構成されていて、複数の戦車中隊約10両と歩兵中隊兵員200名程度歩兵戦闘車40台の他に砲兵大隊を霊下に置き、その砲兵大隊とは別に全般支援火力としてのロケット砲兵を置いている上に、防空砲兵や工兵までをも編成に含む、非常に高い火力を発揮する部隊で砲兵大隊戦闘群と呼ばれるほどの偏った編成となっているな。数だけを見ると前線における戦闘部隊としては歩兵が少ない印象も受けられるけど、これは下車戦闘の人員規模であり、BMP2 あるいは BMP3 装甲戦闘車両を装備、さらに BTG 大隊戦闘群には偵察中隊も存在し、これらの部隊を通信中隊と電子戦部隊が全般支援する組織なんだ。この BTG が10個以上もドニプロ川以西に存在するということは、8000人以上の兵力で、戦車100両以上と400両以上の装甲戦闘車とともに、相当数の榴弾砲と多連装ロケット砲が配備されていることになり、この強力な戦力に真正面から衝突することになれば、予備兵力も含めた総兵力で大きく下回っているウクライナ軍には非常に分が悪いってわけ。そこでウクライナ軍は、アメリカから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイマースに、誘導型マース G マースと呼ばれる初限上 90km の射程を持つ精密誘導ロケット弾である M30H もしくは M31 を装填して、ロシア軍部隊への補給路として重要なドニプロ川に架かる3本の橋を通行不能にすることによって袋小路に追い詰め、いわば兵糧攻めとする作戦を選択したんだ。攻め方としては最適解だよね。人数が多い分、兵糧攻めは効果的だろうし、ネット上でも複数の写真がアップされているアントニフスキー橋は、7月19日、アメリカから供与されたウクライナ軍の長距離ロケット弾が使用可能な高機動ロケット砲システムハイマースから、発射されたと見られる誘導型マースロケット弾の M30 もしくは M31 の攻撃を、少なくとも8度受けているとされ、橋には多数の穴が開いて壊れてはいないが損傷し通行不能で、これによってロシア軍の戦車などの重量級の戦闘装甲車両はもちろんのこと、武器弾薬燃料食料などを積み込んだロシア軍の大型トラックも通ることができなくなっていたんだ。このため川沿いに配置されたロシア軍部隊は兵站不足に陥っていたわけだな。8月14日にアントノフスキー橋の攻撃があった後に、ウクライナ南部防衛軍のナタリア・フメニューク報道官は、我々ウクライナ軍は、ロシア軍に占領された地域への補給路を断つべく、道路や橋、鉄道などを破壊することで、ロシア軍の輸送物流機能を大きく破壊することを目標とした砲撃を続けている。無論この作戦は、
我が国土を占領する者たちに即時撤退を促すためとの明確な意図があると述べたみたい。8月22日には SNS 上でアントニフスキー橋と思われる橋から炎と黒煙が上がっている様子が撮影された動画や画像が拡散されていたけど、これはアントニフスキー橋の穴を修復したロシア軍の補給用弾薬を運搬していた車両が攻撃を受けたものという情報があり、これはハイマースでの攻撃ではなく、輸送車両を攻撃型ドローンなどによってピンポイントで狙ったのではないかと言われているね。詳細は分かっていないが、この攻撃によってアントニフスキー橋が崩落したという情報も流れており、そのすぐ横に架かる鉄道橋と上流 60km にあるノバカホフカの水力発電用のダム上を通る橋に対しても、ウクライナ軍が高機動ロケット砲システムハイマースにより、橋のみを正確に砲撃したとして、そこでも貨物列車や大型車両が通行不能となっており、3本の橋すべてにおいて車両の通行ができなくなっているぜ。また、イギリス国防省によると、ロシア軍がドニプロ川においてバージ橋家を移動させているという情報が挙げられていて、それは部隊の補充や装備の移動に使う船橋を作るためなんだ。以前ロシア軍が通行不能となっていたアントニフスキー橋の脇において、バージをつなぎ合わせたフェリーを渡し船のように運用している動画が SNS 上に出回ったため、イギリス国防省が伝えているバージの移動とは、かなり本格的な浮き橋を設置する可能性もあるだろうね。また、イギリス国防省はバージによって浮き橋を架けたところで、アントニフスキー橋と同様の攻撃を受ければひとたまりもなく、ロシア軍の補給路が確保できるとは言い切れないということから、ドニプロ川より西に止まっているロシア軍 BTG が窮地に陥っている状況に変化はないとしているよ。ドニプロ川より西に進出しているロシア軍 BTG の弾薬や燃料、食料などの物資をこれまでにどれだけ蓄えていたかが部隊の耐久力を左右するだろうね。どのような状況下にあるかについての情報は全く不明であるが、補給路を断たれていることだけは確かな情報だぜ。しかし、橋家の船橋を破壊するために高価なミサイルを撃ち込むことはウクライナにとって効率が良くないだろうな。8月14日には、ヘルソン州の当局者が地元テレビの取材に対し、テヘルソン市内に司令所を設置していたロシア軍司令部の大部分がヘルソン市を脱出してドニプロ川を渡り、東方のメリトポリに撤退したと述べており、ウクライナ軍の反撃の成果と言っていいんじゃないかな。通常ではありえないことだが、司令部が部隊を置き去りにして撤退していることなどから判断すると、ドニプロ川より西のロシア軍は苦境に陥っていることが予測され、それでなくとも低いとされている戦意が相当低下していると思って間違いないと思うぜ。仮にウクライナ軍がこのロシア軍に攻勢を一気にかけたとするなら、ウクライナ軍がドニプロ川まで支配領域を押し戻して、ヘルソン市を奪還する可能性が高くなったとの見方が強まっているな。すでにロシア側はヘルソン州で、住民へのロシア国籍の付与やロシアの通貨ルーブルの流通などの同化政策を進めており、2022年秋までに住民投票を実施してヘルソン州のロシアへの編入を企図しているらしいけど、現在ウクライナ軍によって補給路を断たれ、駐留ロシア軍の司令部が大きく後退させたことで、その企み自体が薄らぎ、中国や北朝鮮などを除いた諸外国からの承認は得られないと考えられ、ますます世界の中で孤立していくことが頭に浮かぶよね。そして8月24日、ウクライナが旧ソ連から解放された独立記念日ということもあり、激しい攻撃があるものと予想されていたけど、ウクライナ中部のドニプロペトロウシク州の鉄道駅がミサイル攻撃を受けたという報道があっただけで特別なことは起きなかったんだ。この攻撃により駅と公共施設、近隣の住宅街が被害を受け、複数の客車が炎上し破壊されたな。この事件でロシア国防省はドニプロペトロウシク州にあるチャプリネ駅でに停車していた、ウクライナ軍の軍用列車に対して弾道ミサイル級 K720 イスカンデルによる直接攻撃を実施し、ウクライナ軍予備兵200人以上の死傷者を出し、列車に積まれていた軍備充填を破壊したと説明し、この軍用列車はロシアが完全制圧を目指す東部ドンバス地方の戦闘地域に武器を積んで向かっていたことを発表したよ。一方で国営ウクライナ鉄道では、このミサイル攻撃によって子供を含めた25人が死亡、31人の負傷者が出たと発表していて、全てが民間人だったという情報でロシアの言い分と全く食い違っていることを非難したみたい。
劣勢だからって民間人を攻撃するなんて、戦い方が野蛮だよね。この攻撃について、ゼレンスキー大統領は24日 SNS で、死者の中に、11歳の子供が含まれており自宅がロケットにより破壊されたと明らかにしたんだ。その上で、ロシアの全ての行為に対して代償を払わせる。我々は間違いなく侵略者をウクライナの領土から追い出すと強調したよ。さらに欧州連合 EU の外相にあたるジョセップ・ボレル外交安全保障上級代表は、このロシア軍のミサイル攻撃は民間人に対する凶悪な攻撃であると非難した上で、Twitter へ投稿しロシアによるミサイルテロに対して責任を追及するとの意向を表明しているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。